ジャパンダークサイドモダンホラーサイレン、2003年に第1作目が発売されたこの作品は、今までにない日本を舞台としたサバイバルホラーゲームとして話題を呼び、現在でもシリーズファンから愛されている作品です。サイレンシリーズは2008年に発売されたサイレンニュートランスレーションを最後に、その後新作は発売されていません。ニュートランスレーションが発売されてから13年という月日が経過し、最新プラットフォームはプレイステーション5へと移り変わっていく中で、サイレンの新作は今後発売されるのか、今回の動画で解説していきたいと思います。申し遅れました。私、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。このチャンネルではつい懐かしいと言ってしまうようなゲームの解説動画を投稿しております。サイレン関係の動画も投稿しておりますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、サイレンの新作発売に言及するには、まずサイレンの生みの親と言われているディレクターの富山圭一郎さんについて語る必要があります。ざっくりですが、富山さんの経歴をここで紹介します。富山圭一郎さんは1970年1月1日生まれの現在51歳、芸術大学卒業後1994年コナミへ入社。その後ハイパーオリンピック in アトランタに関わった後、自身初のディレクション作品サイレントヒルを1999年に発売。その後コナミを退社しています。同年1999年ソニーコンピューターエンターテインメントへ入社。2003年自身ディレクション2作目であるサイレンを発売しました。サイレンシリーズは2006年にサイレン2、2008年にサイレンニュートランスレーションをそれぞれ発売しています。2012年ディレクション3作目グラビティデイズを発売。このグラビティデイズは日本ゲーム大賞2012年間作品部門大賞を受賞しています。その後グラビティデイズは2017年にグラビティデイズ2を発売しています。そして2020年9月ソニーインタラクティブエンターテインメントを退社、独立して自身のゲームスタジオボーカゲームスタジオを設立。ここまでが富山さんの経歴になります。これまでディレクターとして多くのビッグタイトルに携わってきました。今回解説するサイレンはゲーム独自の雰囲気、鬼畜すぎる難易度、怖すぎる CM 中止騒動、ゲーム実況の普及、 SNS とイカ入りといった相性の良さなどが重なり、当時の制作スタッフも予想しなかった展開を見せて現在につながっています。そんなサイレンの新作を求める声は多く、サイレン関連の動画を見ると、新作はよ、サイレン新作作ってほしいといったコメントを多く見かけます。サイレン新作について、富山さんは2013年のサイレン10周年記念生放送にて言及しています。ここで富山さんは新作の制作に至るまでが大変で、ファーストパーティーの難しさについて語っています。ファーストパーティーとはゲーム機を製造し、ゲーム機とソフトの発売をするメーカーを指す言葉です。最新機で言うならば、スイッチを製造する任天堂、プレイステーション5を製造するソニーインタラクティブエンターテインメント、 Xbox を製造するマイクロソフトなどがそれに当たります。サイレンを制作した富山さんはファーストパーティーであるソニーインタラクティブエンターテインメント所属でした。補足ですが、セカンドパーティーはファーストパーティー子会社の開発スタジオです。ソニーインタラクティブエンターテインメントを例にざっくり挙げると、ラストオブアスのノーティードッグが該当するそうです。サードパーティーは第三者を意味しています。ゲーム機を開発するハードメーカー以外の企業が該当し、スクエアエニックスやバンダイナムコ、カプコン、コナミが当てはまります。私たちのゲーム環境だと、ファーストパーティーとサードパーティーがまあ馴染みがあるのかなと思います。富山さんはファーストパーティーならではのミッションがあると語ります。2012年発売のグラビティデイズがまさにそれで、元はプレイステーション3向けとして制作されていたそうですが、当時新ハードとして発売されたプレイステーションビータに対応するゲームで進めていこうという会社からのミッションに応えて、富山さんが制作したゲームになります。サイレンという作品に温かいファンがいて、新作を待ち続けているというのも富山さん自身は分かってはいて、富山さんもホラーゲームの新作を作りたいとは思い続けていました。しかし、初代サイレンが発売されてから時代は移り変わり、会社が求めているものはワールドワイドに多くのユーザーに刺さるゲーム作りにフォーカスを当てるようになりました。次に問題点を挙げたのはコスト面について。初代サイレンが発売された PS2 から現代機 PS5 でグラフィック面において大きな進化がありました。その綺麗になりすぎたグラフィックにサイレンを当てはめることができるのか、そしてそれを表現することに対してのコストがかかりすぎるという問題点があります。ユーザーから5000円6000円をいただいて、コストをかけすぎるともっと広いユーザーを取り込まないといけない、売り上げを上げないといけないのです。 PS2 のサイレン2作品
品は、あのちょっと荒いグラフィックが恐怖感を煽って良かったというユーザーもいます。しかし、時代や流行の変化が特に激しい昨今では、ホラーを分かっているお客様だけに届けているのでは足りないと会社から言われてしまい、号がかからないということです。そのような理由があって会社から号が出ず、富山さんは続編の制作ができなかったという経緯になります。ここからは推測になってしまいますが、これは最後に発売されたサイレンニュートランスレーションの売り上げも影響しているかもしれません。ニュートランスレーションの影響で、先ほどのホラーゲーファンにだけ刺さるのではダメという会社側の判断になった可能性があるのかもしれません。最後に富山さんは、将来的に必ずホラーを作る。中途半端なことはやりたくない。どうか長い目で見てくださいとおっしゃっていただきました。そんな富山慶一郎さんは2020年8月に自身のゲーム制作スタジオ、ボーカゲームスタジオを設立し、同年9月に20年以上勤めていたソニーインタラクティブエンターテインメントを退社しました。ボーカゲームスタジオ設立メンバーは、代表取締役の富山慶一郎さん、最高執行責任者の佐藤和信さん、最高技術責任者の大倉淳也さんとなっています。この佐藤さんと大倉さんもソニーインタラクティブエンターテインメントの社員で、富山さんと同時に退社しています。佐藤和信さんはサイレンシリーズ3作品、パペッティア、人食いの王はシトリコに携わっていた方です。大倉淳也さんはサイレンシリーズ3作品のプランナーとして携わっており、シリーズではおなじみ、富山さん発案の視界ジャックを完成させた方です。なぜ富山さんはソニーインタラクティブエンターテインメントを退社し、自身のスタジオを立ち上げたのか、そこには、富山さんがずっと抱えてきた思いがあります。昨今のゲーム業界では世界で勝負できる大型タイトルを作るというのが方針となってきた中で、富山さん自身が得意とするスタイルを活かしづらいと感じていたそうです。現在富山さんは51歳、ソニーインタラクティブエンターテインメントへ定年を迎えて退職して、いざ自由に何かできるようになっても年齢的にもうその時では遅いと思い、独立はずっと考えていたそうです。その富山さんの思いに賛同したのが、プロジェクトサイレンのメンバーであった佐藤さんと大倉さんでした。独立し、ボーカゲームスタジオではかつてサイレンを作っていた時みたいに、自分たちが考えたことをストレートに表現できるゲーム作りを目指して立ち上がりました。ここで誤解されがちなんですが、決してソニーインタラクティブエンターテインメントとドンパチやって揉めて退社したわけではありません。そこはソニーインタラクティブエンターテインメントも後押しをしてくれたそうです。退社前の8月にはすでに会社としてボーカゲームスタジオは登録をされています。ボーカゲームスタジオは公式 Twitter と YouTube チャンネルを設立しています。チャンネルでは現時点で動画を2本投稿しております。概要欄からぜひご覧ください。新たに立ち上げたボーカゲームスタジオ、気になるのはやはり新作についてです。ボーカゲームスタジオで挙げられた A New Chapter という動画では、サイレンでやってたこれいいんじゃない、面白いんじゃないっていうのをまたやりたいと語っています。その後2月15日には YouTube チャンネルにてフォーカスという動画が公開され、ボーカゲームスタジオの新作はダークホラー作品であると発表されました。サイレン以来である富山さんが作るホラーゲームということで大きな話題となりました。しばらくホラーを離れていた富山さんは、構想やシステムなどのアイディアがかなり溜まっているみたいです。しかし今回はがっつりしたホラー作品ではなく、ホラー要素に合わせてエンターテインメント性が高めで、かつ爽快感のある作品になっているとのこと。動画内では一部イラストも公開されています。ここでは明らかに襲ってきそうなクリーチャーの描写が描かれています。そして、刀の男がバックで映り、廃れた街並みが広がっているイラストも公開されました。刀持っているあたり SDK を彷彿とさせますが、気になったのは男の隣にある漢字ですね。ってことは舞台はアジアあたりになってくるのかなと思います。そして、さらに驚いたのはクリーチャーのイラストの時に一人の女性が映るんですね。皆さんこの方はどなたかわかりますか？この方は高橋美希さん。サイレンで死人デザイナーを担当されていた方です。いわば死人の生みの親でもあります。高橋さんが映像に映っていてすごく驚いて、高橋さんのツイッターを確認したんですね。そしたら高橋美希さんもあのソニーインタラクティブエンターテインメントを退社していて、ボーカゲームスタジオのメンバーであるということが判明しました。これだけのメンバーが揃って制作される新作、とても楽しみですよね。今回の1作目は2年から3年ほどの制作期間となるそうです。このボーカゲームスタジオの発表で一部ではサイレンの新作かといった声もありましたが、これ
これはサイレンの新作ではないでしょう。なぜかというと知的財産が大きく絡んできます。富山さんはソニーインタラクティブエンターテインメントを退社しましたが、それでもサイレンの所有権はソニーインタラクティブエンターテインメントジャパンスタジオにあります。なので独立してソニーインタラクティブエンターテインメントとは別々となったボーカゲームスタジオではサイレンの新作は作れないというわけですね。こればっかりは仕方ないですよね。しかしですね、最高執行責任者の佐藤和信さんはこれからもソニーインタラクティブエンターテインメントと良好な関係を築いていきたいので、これまで作ったタイトルの新たな動きも実現可能です。ですがしばらくは一作目の制作に集中する方針ですと語っています。現在制作しているホラーゲームはサイレンではありませんが、さらにその先もしかするとサイレンの新作も期待ができるのではと佐藤さんの発言を見た時に感じました。最近ではゲーム会社の壁を越えたコラボやゲーム作品を多く見かけるようになりました。これも時代の変化だと思います。富山さんの独立のニュースを見て、新しく富山さんのホラーを味わうことができるといった嬉しさと、もうサイレンは出ないのかなという悲しさが入り混じりましたが、佐藤和信さんのこれまで作ったタイトルの新たな動きも実現可能という言葉で、まだサイレンの新作の希望はあると感じました。まずは 2,3 年後に発売されるボーカゲームスタジオの第1作目ホラー作品をコックン自身とても楽しみにしています。コックン自身、富山さんをはじめとするプロジェクトサイレンの皆さんが大好きなので、今回富山さんの独立の動画を作らさせていただきました。プロジェクトサイレンの魅力を知りたいという方は概要欄にサイレン10周年生放送の URL を貼っていますので、ぜひご覧ください。プロジェクトサイレンのメンバーはいい意味でぶっ飛んでいるので、サイレンのことが好きな方はもっとサイレンが好きになると思います。このチャンネルでは今後ともサイレン関係の動画を上げていこうと思っていますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。